ヒューマンステップによるスムーズな乗り降りを実現。坂道で威力を発揮するスーパーローモードによる力強い走行。2段跳ね上げ式スクレーパーを装備。スクレーパーの摩耗や破損を抑えるため、使用状況に応じ位置を保持できます。フルオープンエンジンカバーと低く抑えたフレームにより、整備点検も一段と快適になりました。ハザードランプを標準装備。万一エンジンが始動できない場合でも点灯可能です。作業効率を高める新機構。ワンランク上の整備性、安全性を追求。それが日立の振動ローラです。噴霧の形状が悪い場合は、キャップを取り外し、ノズルとストレーナーをよく清掃してください。散水フィルターにはゴミが溜まりやすいため、こまめな清掃をお勧めします。寒冷時、凍結の恐れがあるときは、散水回路の水抜きを行ってください。気温が終日、氷点下を下回る条件下では、旧車時に散水タンク内の水を排出してください。液剤噴霧装置にはストレーナが装備されています。適宜洗浄してください。寒冷時、凍結の恐れがある液剤を使用した際には、液剤タンク内の液剤を排出してください。また液剤の種類を変更する場合も、タンク内を空にし洗浄を行ってください。